今日も一日、お疲れさん。どうもしこです。よしみです。ケイリーです。ソダロです。今日の企画は、男性脳と女性脳の違いを実際に見て知ろう。なんか楽しそう。あの男性脳と女性脳ってあるじゃないですか、うん、で最近だったら MBTI で F と T みたいな、はいはいはい、感情か論理かみたいな、うん、でまあうちのこのリーダーが鬼のように T で、うん、モノゴッツ T で、実はな、だいぶ男性脳ですと、はいはい、極上の男性の間違えたらいいんじゃない、うん、間違えたらいいんじゃない、モノゴッツ T というか極段、極段だで実際極段で、うん、でなんか話を聞いてると、うん、家庭でも極段すぎて、うん、ちょっと共感しなさすぎて、うん、話が盛り上がらなくて怒られていると。あ、結婚しても、はい、結婚したらね、あらあら極段がね、出てくるの、よりそう、よりそう。いや、結婚する前とかは全然極段ではない、全然全然、うん、詐欺やんねえ、まあまあ、これを何というかというと詐欺なんですね。ねえ、ね、結婚詐欺師なんですよ。いやいや、めっちゃ極段じゃないと思って結婚してるそうだよ。で、ちょっと特訓したいなと思って、なるほどね。だからちょっと、まあ、ケイリーに来てもらったんで、うん、ケイリーのたわいもない話とか、うん、その女性がよくしてるような普段の会話に実際にそれ相づち打つんで、うん、いつもの感じでやるんで、うんうん、でちょっとそれやってみて、うん、で反省会して、うん、みたいな感じでちょっと多分見たら、どれだけ実際に女性の音と男性の音を喋ったら食い違っていくのかとか、なるほどね、これ本当に不機嫌じゃないけどこのテンション返しちゃうんだよとかを生で見るってあんまないと思うから、うん、まあそれ見てちょっとそこの違いを知っていこうよ、うん、なるほど。でまあ時間あったらこいつ女性の音で、確かにこいつと経理の会話も見て、確かに確かに、それではこんなに違うんだみたいなことをやっていければいいなっていう、お願いします。じゃあ動画でございます。はいはい、これ別にやろうと思えば全然共感とかできるんですけど、うん、どうなんですか。だからまあ普段通りでいい、普段通りでいい、神戸やと思って、そうそうそう、もう救済企画だね、函館だっけ、なるほど、そう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 、こうしたらいいんだって実際言われてるから、マジでこれやばい、もうちょっと寄り添ってほしいとか、そうやね、言われたこともないです。この家に引っ越してきた日ぐらいに車乗ってて、うん、こいつからその話初めて聞いたんやけど、うん、そっからまあ結構高頻度で聞いてるから、うん、やばいんじゃん、任しておくさ確か今日強制したらいやいや、そうですね、ちょっとお願いします、うん、はい、それではやっていきましょう。それでは、第一セッション、夫婦の会話、はい、これでやってもらおうと思います。 OK、 もう OK なんだけど、これあれだよね、これ遠近法だよね、でかくて、これはもう、これ遠近法だよな、これ遠近、これ、ごめん、これだけ確認させて、これもうちょっとそのままでは、もう進まれなかった、でも進まれへんかった、ごめんな、俺も174あるから、うん、本当にごめん、でもそれでは、はいはい、よーい、スタート。西黒来て、ん、この前さ、うん、東京行ってる時に、俺が、そうそうそう、うん、もう疲れちゃって、もう雨だし、うん、なんか買いに行くのとかもだるくて、うん、ちょっとウーバーしちゃったのね、うん、私全然ウーバーしないじゃん、うん、でウーバー届いたらめっちゃびちょびちょだったの、めっちゃびちょ、だから私がウーバーしたんだよ、うん、もうなんかいろいろ嫌になっちゃった雨で、うん、でウーバーしたのがびちょびちょだったのね、うん、なんで、びちょびちょで、で、で、うん、唐揚げを頼んだ、うん、で、唐揚げをこうやって開けたら、うん、びちょびちょなの、へ、で、まあ、ウーバーにすぐ言ったんだけど、うん、なんか、写真を撮らなきゃいけなくて、うん、その商品のね、で、もうびちゃびちゃ認定されたのが1個だったの、で、1個分しか返金されなかったのね、はいはいはい、で、びちょびちょの唐揚げを食べることになって、なんで濡れてたの、雨だからじゃない、あ、そうなんや、結構びちょびちょでさ、なんかせっかくウーバーしたのになんかびちょびちょの唐揚げ食べて、うん、なんかすごい落ち込んでさ、それなんか最悪やな、うん、最悪だけど、うん、なんか、でも言ったよ、いや言ったけど、だから1個しかその、うん、認定されなかったの、びちょびちょ認定、それ言ったらいいやん、もう一回、そのいやでも電話とかできないじゃん、ウーバーって、あ、できんねや、それいろいろ探したけどできなかったの、てか私がそういうの言える立場じゃないじゃん、なんか言えるキャラじゃないじゃん、いや、そんなの言ったんや、こっちお金払ってんのか、いや、そのいや、そうだけどでも私はそういう電話したりするのが苦手じゃんって、まあ、そうなのかな、だから1個分の、うん、その、まあ、返金でいいかと思って、うん、それを食べたの、うん、でもすごいびちょびちょで悲しかったの、まあな、それ辛いけどさ、辛くはないよ、別にそのべちゃべちゃ食べて嫌だったなっていう、最悪だったな、みたいなことを、で、味はどうやった、うん、美味しかった、あ、じゃあいいや、じゃあいいや、ジャクソン、でも美味しかったやろそういうまで、でも1個分しか1個分、助
ね、これどうなんすか。ちょっと待って、正直言っていい、うん、俺からしたら結構ちゃんと反応してるよねと思ったけど。マジ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 、え、俺やばいと思って、これやばいやばいって。え、普段通りやんな。いや、まあ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 、ちょっと持ってるよ、さすがに。まあまあまあ、でも、まあまあまあ、確かにそんな感じが。え、これやばいんや。え、だって全部ちゃんと相槌打ってるやん。いや、めっちゃ冷たって思ったで。冷た、マジ、まあ、冷た、まあ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 ね。一応、ここで割れてますから、男性の、こっちが男性の、こっちが女性のなんですけど、うん、いや、まず一発目にさ、うん、いや、だるいな、それはとか寄り添ってほしい。うんうん、寄り添ってほしい、感情で寄り添ってほしい、一発目にさ。え、だってだるいやん、普通に。うん、あ、でそのだから、そうやな、一旦だからそうあるべきやと思う。ちんちんちん。じゃあまず私がウーバーしたのね、みたいな、まあ雨とかでなんかちょっといろいろやられちゃってて、うん、みたいな話をした時に、まず、そうやな、いつもありがとう、もう全然ええねんで、みたいな、うん、ウーバー別にしたらええやん、みたいなぐらいもちょっと欲しいもんね。なるほどね、そこも欲しい。まずはウーバーに共感してほしいっていうか、うん、そうそう、まずは、あ、そうか、いつも作ってくれてるしな、みたいな。そう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 、なるほどね。そこもなんかちょっといいんだよって言ってほしくて話してるところあるから、うん、なるほど、それは確かに。いや、たまの贅沢やったな。そうそうそう、たまの贅沢やったらええやん、別に、あ、そうなんだ、そういうのもあるんですね。そこもあるんや。あるよ、え、全然俺がいない時とかしたらええやん、みたいな。俺がいる時でもええで、ぐらい。それは分からなかったっすね。ちょっとそれも欲しくて言ってるところあるから、なるほど、ちょっと罪悪感感じてね。なるほど、そうかは。で、そっからの、うん、辛かったな。いや、俺ら寄り添ったよ、一応。だからちゃんと辛そうやから気持ちでな。そう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 、辛くはないやん、ウーバー頼んで唐揚げびちゃびちゃが辛くはないやん。あ、そうなの。そうなん。いや、でも辛かったなはちょっと違和感あったよ。でしょ、違和感あるよね。そうなの。辛かったなは違和感あるし、うん、言ってる顔がもう辛かった。あー、出た、言ってる顔がってよく言われるよな。そう、言われるな。そう、そう、本当に思ってない感、思ってないもんな。 あれは思ってないもんな。なるほどね。からの畳みかけで、うん、美味しかったんやろ。そうやな。ダメ、いや、ダメでしょ。だ、俺はめっちゃこっちは、マジで。そう、しかも、美味しかったやろって言われて、いや、別に美味しかったけど、そういうことじゃないから。そうそう、そういうことじゃないからか。ちゃうよね、はいはいはい、分かる、めっちゃ分かるよ。だって、美味しかったやろって、しかも、2、3回聞いてたデノーで書き分けてさ、でも美味しかったやろ。いや、終わらせたいんだろ。そう、美味しかったんだよ。あとは、その、返金されなかった、一品しか返品されなかったっていうところに対して、うん、言っとろよ、別に、みたいな。うん、お金払ってんねんから、うん、それも違くない？違うな。まずそれ、一品しか返せなかった。え、変よな、それ。いや、わかるわ。なんかさ、まずその、そこに対して共感ちゃんとしてほしいよ。なるほどね。で、その電話したらええやんって、うんうん、終わってる話じゃん、もう、うん、もう電話できない話じゃん。確かに確かに。だからそこで、こちらの対応みたいなの言われても、うん、余計考えちゃう。あ、じゃああの時電話すればよかったのかなとか、うん、解決策求めてないんですよ、うん、こっちは。こんな短い時間でそんなに地雷踏んだ、お前。いや、だからそうですね。そうやな。だからこっちの主張も言わして。そうや、まあ、確かにね。確かに熱感じる。一旦だから気になったのはその辺です。その辺がちょっと、はい、だから話し出されるわけじゃないですか、はいはい、そのウーバー頼んで、はいはい、それはだから結局何の話なんていう風になってる話わけなんですよ。だからどこに向かってなんか、まあ、おもろい話でもしてくれるんかなとやっぱ聞いてるから唐突に話し始めたから。そうそうそう、なんかやっぱオチはあんねやろなと思って、とりあえずだからどこがオチなんやろうって俺は考えながら、まあ、とりあえずはいはいはいっていうふうに聞いてるわけですよ。うん、で、まあなんで濡れてるのかとかもなんか、えって思うから、え、それなんでそんなびしょびしょやったんっていう、そこのなんか原因とかも教えてほしいし、まあ、確認してた。そうそうそう、濡ってるだけとは言えね。そうそう、そんな濡れることなんかないんやから、気になって先進まれへん。そうそうそう、それで聞いたりとかしてるわけですよ。じゃあ、さっき言われてたその相槌はなんであんな感じなの？だから集中して聞いてる、むしろ。あ、その、どこに向かっていくんやろ、この話はっていう。ちゃんと聞いてみようの真顔でつらかったなって言ってるってこと。そうそうそう。あー、どこに向かってるんやろな。毎回場に出されてるんだ、トーク上に引き出してるわけ、その相手を。そうそうそうよ。なんでよ。これはだから、オチは何なんだっていう。オチなんてない話がおめえとしてんだ。それが家族であり恋人であり夫婦じゃん。
じゃん。はいはい、なるほどね。これってさ、タコさんの言葉を借りればオチのない話を、唐突にこの長い尺で話してくるのは何が目的なんですか。ちょっと待って、いやだからそれがおかしい。まずその目的とかを考えちゃってるのがおかしい。はあ、なるほど。目的なんてないです。ない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 。今日会ったことを話したいし、知りたい、共有したい、それだけね。やのになんでこっちのリアクションを求めてくるんですか。その話したいだけやったらさ、話したら満足じゃないの。いやでもコミュニケーション、いやそう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 、ちゃんとキャッチボールしたいじゃんって。俺ら別に壁に向かって言うと、そう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 、あー独り言じゃないから。そう、今のは一応帰っては来てるけど、その壁に当たったのがポロンポロンポロンって帰ってきてるみたいな感覚なんだ。なるほど。こっちはちゃんとテニスしたいんや。でしたいね、ラリーしたい。あーなるほど。うん、どうすか箱さん、これは。え、だから僕団としては、だから僕団としては感じで見たらめっちゃかっこいい。極み男です。確かに極み男かっこいいね。極み男やで。極端な主張。それだけで見たら。極端としては、その嘘の共感プレゼントしてもいいんですかっていうふうに思ってるんですよ。はあ。そういう発想もありますか。メイク共感ね。そう、びしょびしょやった唐揚げがって言われて、それだるいなっていう。まあ別に言えなくはないけど、それ別に本心がだるいとは別に思ってないから、それでもいいのかっていう。うわ、これ歩み寄れるか。それでも私はいい。へぇ、だからこれさ、まあ、前の TF のプレゼント問題でもあると思う。はいはいはい。それ嘘の喜びじゃんって言われたじゃない。そのあんまりもらっても欲しくなかったものをもらってどういう反応するのかっていう。こっちは別にその真偽というよりその時の反応のあれが欲しいから、こっちも嘘でも喜ぶし。なるほど。だから全然嘘でもね、寄り添ってくれてるという事実は変わらないから。はい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 、嬉しいけどね。で、嘘で塗り固めた会話でいいんや。塗り固めた言い方がちょっと塗り固めたまでいっちゃうと、その言い方が固めないで。だからこれどうする？じゃあちゃんとやるわ。じゃあ F 仕様で。そう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 、奥さんを大切にしたいし、うん、奥さんが悲しむんだったら俺は改善したいと思ってるから。だから極端変わります。そうそう、ちゃんと変われる。マジで？これが前のリーダーですから、そっからもう1ヶ月ぐらい経ってますから。そうよね。今までは1チャンネルしかなかったけど、いろんなチャンネルの男。あ、そうそうそう、確かにね、確かにね、引き出しも出てる。これで成長してるかどうかちょっとやってみようよ。やってみようか。テイク2。はい、よい。はい、よし、これ聞いて。ん？この前さ、東京行ってたじゃん。東京行ってた。その時にさ、気持ちもめいっちゃって、めっちゃ雨で、なんかご飯作るのめんどくさいなとか思っちゃって、あ、なんか久々にウーバーしたのね。はいはいはい。私ってあんまりウーバーしないじゃん。なんか珍しいな。そうそう、だから、それでなんか楽しみにしてたのね。で、私の大好きな唐揚げ頼んで、なんか好きやもんだから、そう、いつ来るかなと思ってたら、まあ、やっと届いて見たのね。うん、したら雨でめっちゃ濡れてたの。びしょびしょで。おう。そうで、それで開いたら衣とかもめちゃめちゃだったわけ。うん、だからそれも全部写真撮らなきゃいけないけど、写真撮って、でなんかウーバーさんに言ったのね。そしたらなんか一品だけしかそのびちゃびちゃ認定されなくて、一品分しか返品されなかったの。そう、だから他のお金を払ってびちゃびちゃの唐揚げ食べて終わったんだよ。これ辛いな。変わってないじゃんって。ちょっと待って、もう足崩す足崩す、おかしいおかしい。何が変わったの？最初はよかったよ。最初はね。だから同じ話すぎて答え分かってるから迷ったかもしれないです。あ、そういうこと。別の話した方がいいですか？ちょっと別のでもう一回だけいいですか？すいません、すいません。ごめん、全然本当に何でもいいんで話して。話でもいいっすね。何でもいい？何でも大丈夫です。同じがいいかと思っちゃった。ごめんごめん。じゃあ、オッケー、じゃあちょっと相談ベースでいこうかな。あ、オッケーオッケー。得意得意。よーい、スタート。ねえねえ、私さ、すっごいお酒弱いじゃん。そうやな。そう、2杯ぐらい飲むとさ、もうベロベロっていう感じでさ、なんか周りの人も結構配慮してくれるじゃん。でもさ、この前なんかお偉いさんと飲みに行って。ああ、はい。そう、私が飲めないってことも知らないし、私すごい飲めそうじゃん。確かに。結構だから、なんかここ頑張って飲まなきゃいけないのかなと思って、ショット？はいはいはい。みたいなやつ私3杯ぐらい飲んだのね。へえ。そう、で、みんな結構ベロベロだったのに、私、なんか何も感じなくて、めっちゃお酒強くなったと思ったの。あ、そうなの？え、強くない？こんぐらい飲んだら、3杯飲んだら。そう、でも全然酔わなくって、余裕じゃんって思って、だからみんなにも、え、
なんか結構強いじゃんって感じで言われたんだけど、うん、なんかさ、でもさ、お酒飲めないっていう方がさ、多分さ、今後さ、楽じゃん、いっぱい飲ませられなくて。うん、まあそうかな。なんか、その方がさ、うん、そういう席でさ、いっぱい飲まされないでいいかなって思うからさ、うん、なんか、これからもさ、お酒飲めないんですってキャラで言った方がいいかな。別に飲んだらいいんじゃん。え、いや別にさ、飲めた方がさ、うん、普通に一緒に楽しめるし。え、だけどさ、私がいっぱい飲めるキャラみたいになっちゃったらさ、うん、このやっぱキャラだからさ、うん、バーっていっぱい飲ませられてさ、うん、え、心配じゃない、お酒いっぱい飲んで酔ったりしたらとか思うんだ。いや、なんか別にそっちの方が楽しんちゃう。ちょ、待って え、変わろうとしてるんやんか。何にもや、話のせいじゃないや。帰ったのに全然よ。いや、じゃあ分かった、もうほんまに、うん、正解出しに行ってねんな。いいよ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 、普段の俺でちょっといいよ。いや、なんかカメラ気にせんでいいよ。だわだわだわ、今の続きでも正解出しに行ってよ。あ、オッケー、今の続きで最後の質問のさ、最後のやつだけちょっと。あ、オッケーオッケー。だから、僕団のとこ取れたから大丈夫。もう取れなかった、取れた取れた取れた、いいよ。笑いとかいらん、笑いとかいらんって。オッケーオッケー、よーい、スタート。そう、だから、そっか、これってなんか、うん、今後も、うん、お酒飲めないんですみたいな体で行った方がいいのかな、うん、実は強いけどみたいな。あ、どっちがいいと思ってる？え、私がどっちがいいか思ってるかってこと？あんまりあれか、飲まされるのがちょっと嫌ってことやんな。いや、飲まされるのが嫌っていうか、うん、いっぱい飲めるキャラとしてやったらいっぱい飲まなきゃいけないじゃん、今後も。確かに、こういうキャラだから。それは辛いかもしれない、それは。そういう時に、シクロも心配かなと思う。あ、それは心配。その、いっぱいさ、飲んでさ、酔っ払ったりとかってさ、うん、なんか私の体のこともあるしさ。そうやな。だから飲めないですって。そもそも。そうそう、飲めないですっていう、なんかそのままの手で行った方がいいのかなって。あ、でもそれはそうなんちゃう、やっぱ。俺も心配しさ。なんかそう、飲まれへんのにさ、無理にこう飲んだりとかしてさ。そうだよ、ね、なんか潰れたりとかするのもなんかかわいそうだし。でもなんか嘘つくことになっちゃうかなって、なんか実は強いのかなって最近ちょっと思い始めてて。あ、そうなの、うん、いやいや、そんなもんないやろ。じゃあ飲めないっていうふうに、なんか嘘ついてる感じになっちゃうけど、いいのかな。どう思う？どう思う？うん、私が？うん、いや、だからそれを、だから分かんないから、うん、だから飲めないっていう手で言っていいよね。あ、俺はでも飲めない手でいいと思う、正直。うんうん、じゃあ飲めないっていう手で、うん、どうしよう、行くね、シクロが言ったから、うん、うん、ありがとう、いいよ。ノアさん、これはどう、これどう、これどうな、セーフ。まあ、10で言ったら4。赤点やない限り、だいぶ頑張ったやん。確かに頑張ったね。で、本当はどう思うんで突き詰めたかったでしょ、もっと。まあ、ほんまはな、自分が思ってるのでええやんっていうことだよね。確かに、ほんまはそうなると思う。そのめっちゃ素で話してたら、あ、うんうん、これさ、こっちは何を聞いてるの、どうしたいの、これほんま分からへんからさ。ちょっと待って、ほんまに分からへん。俺ほんまに分からへんくて、この話何を話してんの。ごめんな、ごめんな。え、これ何の話。いや、だからそうやんな、飲めなかったよな、うん、でこの前飲んだんだけど、え、大丈夫やった、そんな飲めるよ、すごいやん、うん、ちょっと褒めも欲しいしね、褒めるやんなったやなみたいな、頑張ったな、はいはいはい、体調大丈夫やったって、うん、でそこでなんかどうしたらいいかなって、だからそのもしかしたら自分がお酒強くなってるかもしれない、うんうん、けど飲めますって言っちゃっていっぱい飲んだりしたらちょっと自分的にもな、うん、飲めないっていう風に言ってたから今まで、うんうん、結構優遇してくれてたところはあった、はいはいはい、だからさ、周りにね、配慮してもらってたところがあったから、はいはい、その感じで行った方が自分の体的にも立場的にもいいよな、でもなんかちょっと嘘ついてる感じになりそうだな、うん、みたいなの気持ちを一旦預けてるわけ。なるほど。でそこで私が決めらんないからその葛藤を話してるわけだから、旦那さんとかそのお付き合いしてる立場の人間として、うん、いやまあそうやけど、まあそんな嘘も方便やん、別にそのケイリーが今後そうなんかちょっとそういう風に思っても、うん、なんかケイリーの健康状態とか立場的に、うん、酔いすぎたらさ危ないし俺も心配だし、うん、酔わなかったらそのちゃんと帰っても来れるしみたいな、うん、だから別にちょっとぐらい嘘ついても飲めませんっていうキャラでやって、うん、飲みたい時飲めばええんちゃう、なるほど、みたいな。いやめっちゃわかるわね、言われたいのは一応あるんや、これそうです、これ言われたらそうだよね、オッケーオッケー、なるほどね、っていう背中押してもらいたい、そうそうそう、もうちょっと極段の主張としてはどうなんですか、今の聞いてて。いや、これ何の話。極段としてはね、
ガスを金テロやうーん、感動的今、眩しかった今え、本気で何の話って思ってるってこと？それって聞いてるとき何の話って思ってた？え、俺は結構思ってるね。まあだから思いつつも、まあ一応なんか聞いてほしいんやろなみたいな、うん、で、聞いてるみたいな感じあ、もう義務感で聞いてるって感じ。義務感でそんな嫌なわけでもないんやけど、一応なんかほんまに聞いてるって感じやな。あ、何の話で、なんか相談とかあんのかなみたいな感じでちょっと考えたりとか。そういう結論をとりあえず言ってほしいんやろなっていうのは何となく分かるよ。で、分かるでしょ。分かる分かる。分かってもないってこと。だ分かってもないってこと。ああ、そっちの結論言ってほしいとかはあんま分かってないかも。マジで分からへんかも。ああ、なるほどね。なんか相談の体をまとってるけど、いや、けど相談してないよな、これって思ってきて、うん、いやいや、してるよ。何の話しないやろ。まあ、そうやって思いそうではある、うん、で、どう思うって聞かれたから、うん、こう思うって答えたのに話終わらへんから、え、じゃあ何をしたいのこれってなってきて、ほんまに分からへん。だから箱ちゃんがもうそうやって言ってたら終わりやなと思って聞いて。そう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 。で、そこに私がでも嘘つくことになっちゃうじゃんっていう葛藤を言うじゃん、うん、だからそこをクリアしてほしかった。別に嘘も方便とか言うやん。俺は多分言ってると思う。そんな嘘とか別に言ってたらええやんみたいな、うん、だから自分はどう思うって聞くんやんな。そう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 、こっちも嘘つくことになっちゃうじゃんって思うじゃん。その心配別にしてないのに極端的にな。そう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 、心配だよとか言ってまうと極端を嘘つきたくない。そう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 、極端を嘘つきたくない。なるほどね、うん、じゃあこれちょっと安い時にやってみてよ。じゃあ教官のな。そうそうそう、俺たち経理ってこと。経理、うん、いや話ならんと思って。それこそうんマジやってれば。ちょっとじゃあ他の話題一回だから、ちょっと正解見てみる。うん、ちょっと一回教官同士の会話俺らあんま見たことないな。確かにね。じゃあこの前あったシチュエーションでちょっと行きます。じゃあお願いします。安行とケイリー、教官同士の、はい、俺じゃあ彼女だよね。そう、オッケー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 。どうなんのか、うん、彼女久しぶりだな彼女久しぶりだ行くで、はい、オッケーオッケー、よーい、はい。これ美味しそうだな。これどれ、アイスさ、うん、あるじゃん、うん、これも食べたいし、うん、これも食べたいんだよね。いい、いいですね。で、これもいいじゃん。どれが？これ、こっちもいいなって思ってるの。ああ、いいよ。でも、だから1個で大きいのいくか、でもちっちゃいの2個をさす、なんか罪悪感、ちょっと3つとか高いか、高いし太るか。いや、まあでも最近我慢してんだよ。まあそうだけど、でも1個の方がいいか。え、ちょっと待って、でかいの1個か、ちっちゃいの3つ。そう、いや、ほんならちっちゃいの3つじゃん。でもちっちゃいの3つの方がさ、いや最悪さ分けれんで。確かにね。でかいの1個まあ分けれるけど、ちっちゃいので1個なんかいらんやつだったら別に俺それ食べるし。でもこっち高くない？ちょっとこれとこれとこれだよ。何本ぐらいじゃん。もう200円くらい。そんなんやんちょっと。でもさ、こっち行っちゃうじゃん。いや3つやろ。何、33でいく？あ、それか33。俺6全然6それはやめとこう。3と13。私が3って食べれなかったら行ってくれる？あ、それでいいよ、全部。じゃあ3でいくわ。3行こう。すごい、すごいんや、全然。これ、どう今聞いてて、うん、どう思った分ければええやんとか出てきた自分。いやいや、分ければまでは僕出てきました。うん。で、3がええ言うた、うん、もうそれでええやん。その、そっからもう悩む必要なくねっていうか。いやでも見てて思ったのは、あ、これがしたかったんやっていうのは思いました。うんうん、そのやり取りを楽しみたい。だからさ、結局ここは決まってんねんな。ゴールは決まってるけど、ここ行きたいだけなんよ。そう、いやそうやな、こう行くのは楽しいやんっていう話。うん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 。だからこれが楽しそう、これが好きなんやなっていうのは分かりました。うん、ただしょうもなとは思いましたあのしょうもなとかつまんなとは思いました。怖い、つまんな、何この時間とは思いますけど。僕なんなんすかこいつ。だってそれ楽しめてるお前は僕楽しい。いやいや楽しいよ。お前も別に楽しいよ。俺はお前別に楽しい、うん、あだからさ、ちょっと共感ばっかり言えばさ、うん、こっちが善みたいなってことはさ、ちょっと俺らの会話を、うん、あ確かに見せる。確かに確かに、俺らがしたい理想の会話。僕団はそれがね一番得意です。どっちがどっちが女子。確かにどっちが女子やんのそれ。俺もう俺が女彼女やるわ。え、じゃあ同じシチュエーションで。いや同じシチュエーションで、アイスシチュエーションで。うん、アイス食う？うん、食うや。うん、うん、1か3やな。ちょ、俺ちょ考えるか先選んでいいよ。え、1か3で考える。いや、だからでかいのか3個かで迷ってるな、普通には。
あ、そうなん。うん、これじゃあ別に参考のやついこう。あ、そっち行く。うん、分かってんな。だってお前見てたんで。あ、分かってんな。うん、ほな俺1にする。なんで。え、これ友達。誰と誰と誰と友達やったみてえじゃん。あったあった、中やろう。確かに確かに。俺が女子やろう。お願いします。じゃあ、用意スタート。はい。久しぶりじゃん。はい、ね、うん、そうやな。うん、え、何食べようかな。何が好きなんてか。ラムレーズン。ラムレーズン、うん、あるやん、ラムレーズン。まあ、でも今日はちょっとチーズケーキの気分だからそっちにしようかな。あ、そうなんや。何する。え、じゃあ俺ラムレーズン行こうか。おー、行く。ちょっと一口あげるわ。え、うん、お、じゃあ一口あげるね。うん、す、え、それ最高じゃん。うん、じゃあそれにしよう。そうしよう。じゃあラムレーズンとチーズケーキで。早いねー。でもほんまに多分そうやんな。確かに確かに。え、自分が何食べたいとかいう欲は別になく、論理的にもう彼女がこれがいいんだったらこれとこれ食べればええやん。そうやな。ってこと。確かにそういうことやっちゃう。俺はそんななかったからみんなとかあったけど、その何がいいとか。ああ、そうやな。なるほどね。え、それはじゃあもし絶対にキャラメルリボンが食べたい場合でもラムレーズンとチーズケーキでええよってなると。いや、その時はキャラメルリボンとチーズケーキ。なるほどね。己を殺すことはしないんだ。まあ多分な、その時はめっちゃ食べたい。でもこっちはさ、己を殺すこともしうるもんね。まあよっぽどじゃなかったらしうるかもしれない、うん、ね、うん、だから相手がラムレーズンとチーズケーキが食べたいって言って、こっちがキャラメルリボンが食べたかった。じゃあ自分を殺して食べやって。ああ、そうなるね。な、女性のとかだったら。まあ今男2人でやってるからよう分からんけどさ、理想をマジで多分こんぐらいの尺なのよ。えらい最小限だね。で、それぞれの意思を先に言った上で、じゃあどうしますってパンって決めるやん、うん、これだけで済むやつをあんなに時間する意味が分からへんのよ。そうやな。で、そのラリー、その時間を楽しいとも思わないんだよ、あんまり、うんうん、っていう、こっちはこっちでな、ね、そうやな、そっちの意見はあるからね、うん、そう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 。いや、どうでちゃうし。まあでもだから、ちょっといろいろやってきてさ、うん、多分だいぶ男性の女性の違い、そうね、その F と T の違いでやってきたから、うん、ちょっと最後ね、うん、もうこれでほぼ大体分かったんで、うん、逆に T から F に話しかけた時にどうなるかちょっと。確かに。ああ、じゃあじゃあ任して。最後ね、極団体系ね。そう、また極団体、極上、極上で。もう普通にハオちゃんは家のあれでいい。 OK、うん、ガチ家ね、うん、お願いします。じゃあ、用意スタート。最近さ、うん、YouTube 調子悪いんやな。そうなの。うん、なんかちょっと伸び悩んでる気がする。そうかな、なるほどね、うん、なんでか、え、祝賀師見てくれてる。見てるよ、もちろん。え、なんかさ、もっとこうした方がいいよとかってある。なんかまず悪いなって思わなかったけどな、めっちゃ伸びてるやつ伸びてない。いやでも、全体で見たときにちょっと数字下がってる気がするから、うんうん、そうなんだ。下がってて、なんかどう。なるほどね。飽きひんの。全然飽きないよ、超面白いよ。なんでな。なんでな。企画ってより3人のこと見てる感じだけどな。私はケイリーはさ、うん、結構その女の人のさ、うん、意見が結構わかるやん、うんうんうん、なんかもっとこうした方がさ面白いとかでないん。なんか企画よりもっとなんか楽しい3人見たいかも。楽しい3人 YouTube 楽しんでる3人見たいかも。ああ、うんうん、そうしたらもっと人気出る。あ、人気出たい。出たい出たい。もう人気だと思うけどな。いや、全然。そうなんだ。うん、何系やりたいとかあるの。まあだから恋愛ずっとやんのもなみたいな。ああ、なるほどね。2人既婚者やしさ。うーん、なるほどなるほど。喋るネタもさ、うんうんうん、なんかなくなってきたりするやん。ああ、そっかそっか、うん、てか企画出すの大変だもんね、いろいろね。企画、うん、あの既婚者いるとなとかいろいろ考えるよね。いや、そうやんな。そうだよね、うん、全然もっと私のこと使ってくれていいよ。え、なんか出してくれてもいいし。動画に。うん、でもそれはちょっとちゃうかな。え、違うんだ、うん、でもノベルタベだったら全然私何でもするけどな。何するの。例えば、うん、何 したらいい。なんかもっと面白くなることを一緒に考えてやってこうよ、うん、全然やるよ、サポートする。何でもやってくれるの。何でもやるよ。脱いだりとか。うん。あ、そうだ。でも全然。あとはなんかそのまあ精神的になんか悩んでそうだから、うん、私はそうは思わないけど伸びてないなって悩んでるなら、うん、なんか一回別にね、なんかプライベートでさ思い悩まないようにもっとリフレッシュできるようにどっか行ったりとか。いや、それ逆にでもしんどいからな。で、逆にしんどいの。うん、あ、そうなんだ。もっと打ち込みたいんだ。
いや、その時やっぱ解決できてなかったらさ、あー、まず解決したいのね。なるほどな、難しいね。うん、むずいよな。まあ、ちょっと俺、仕事するわ。あ、うん、そっか、うん、分かった、頑張ってね。ありがとう。うん、どい。ティー、いや、これどうなの。どう、でもこれマジでそういう感じかもな、ああ私。これだから、まあ今回こっちから相談 してるから、うんうん、今の会話はどうやった。いや、だからその、もう人気だと思うけどなとかはいらないよな。そう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 それはそうや。そんな寄り添いとかはそういうことじゃないからな。そう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 。でも私マジで言うかも。ケイリー言ってそう。言ってそうやな。全然人気じゃんって。 T 的には今のはどう、他にもなんかあるの。いや、だからその、ほんまに解決策一直線でいきたいみたいな感じやな。じゃあそうやね、解決策出せないな。まあ、出せないのは確かにしゃあないよ。うん、うん、あ、じゃあ何に対しても、そのじゃ あ今 YouTube の伸びがっていう題材だったからとかじゃなくて、うん、だからこっちはさ、相談するときって大体ちょっとなんか、うん、あの、やんわりでも答えがあったりするのよ、女性って。やっぱある中で背中を押してほしくて聞いてる、うん、からその相手のぼんやり持ってるであろう答えを引き出させようとしちゃうかも。私のこと使ってよとか、企画出すの大変だよね、だからなんかもっと楽しんでもいいんじゃないとか、他のところでリフレッシュするとか、うん、ああそういうことね。相手がなんかなんて言ってほしいんだろうなを探っちゃうかも。ああそういうこと、うん、そういったガチで解決策が欲しいって感じだよ今の相談。まあそう、うん、あ、まあなんて言ってほしいか探る感じはすごい分かる。そう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 、何が彼にとって本当の正解なんだろうなっていうのを、でもこっちがそれは正解だよってやっぱいろいろ考えちゃうから言えないし、決めつけられるのもさ、こっちもなんかちょっと苦手じゃん。いや、だからその美味しかったらええやん別に、電話したらええやんっていうのを T 的には多分いいと思って解決策を出してくれてるけど、男性の的には、私はなんかそうじゃないからそうしたくなっちゃう。そうやんな感じ。どうなん、今の会話を満足なんですか。いや、満足はできないですね。だから仕事行っちゃったんだもんね。そうそうそう、こいつと話してても解決策はないなって思ったってことだよね。そう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 。まあだからこういうすれ違いやねんな、うん、いやーそうだと思う。めちゃめちゃ見てたらリアルやで、うん、どう思った、こいつうだうだなんか言ってんなって感じ。でも一緒で普通に聞いてるから、その現状きついと思ってるのどうしたらいいって言ったのに、うん、そうは思わないけどな、まあ、マジ不要やそういう話だ。なるほどね。でその後もこれってどうしたらいいと思うって聞いてるのに、どう思うのは別に自分でどう思うのはやった上で今あなたに聞いてるから、あなたの意見が聞きたいのになんでお前の意見聞か言わへんねんになってくる。なるほどね。だから私に何でも相談してよってよく言われるけど、したくなくなるのはこう、これだ。あ、相談した結果答えてくれへんから、それはもう別に相談しても意味ないから、じゃあ相談はせえへんっていくやつだ。確かにね。だから相談の意味合いがだから違うんだろうね、う、女性と男性と。そうやね。本気で解決が欲しい相談と、うん、共感が欲しい相談とってことなんだよね、うん、だから結局僕は今見てって思いましたけど、F は F の論理で相談乗ってるけど、それは T からしたら、いやそうじゃないっていう話だから、別にどっちも自分のスタイルでやってるとそれは交わないよねっていう。これは僕大人になってから気づきましたね。あ、そうなんや。気づきました、気づきました。俺ほんまに相手が欲しい答えを言った方がいいかなって思うのはさっきと一緒で、てかそういうがみんなそうやと思ったけど、ほんまにそうじゃないんやっていう人も多いんやってこと気づいたから。おー、じゃあ仮に今言われて、うん、じゃあコンサル入れたらいいやん、この人めっちゃ優秀やで、紹介するわとかだったら、あーめっちゃありがたい、これ最高。あー、そういうことなんだ。それはそれで、だからちょっと楽しんでる動画みたいなが俺的には割と答えやった、そのさっきで言ったら。ああなるほどね。楽しんでる動画の具体とかを出してったらめっちゃ嬉しいと思う。はあ、なんか厚かましいとかそういう考えは別にないんだ。もう聞いてるからね。そう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 、聞いてんのこっちは。聞いてるからね、うん、それ多分聞いてもないのに言い出したら厚かましい。あ、そうやな。でも多分こっちから聞いてるじゃん、さっきの相談で言うと聞いてて、うん、じゃあいやもっとこうしたらいいやん、こうしたらいいやんって言われたらこっちがね、うん、苦しくなっちゃうから聞いてんの。そうでもない。聞いてるのにズバズバ言われたら、聞いてるくせにうってなっちゃう。まあまあ、それはだからそっちの世界は。こっちは別にならないんだ。ならないな。あ、確かに確かに。聞いてるもん。あー、なるほどね。だからこっちは聞いてんのに正論言われて傷つくとかあんま意味わからへんって言ってるのはほんまにそうやね、こっちが。いや、だから多分聞いといて、言い方を考えてほしいってのはこっちの方。ね、ね、あれやね。そうだよね。まあ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 、まあ、言い方はね。まあまあまあやと。でもその自分なりの答えをくれた方がそもそも一意見として聞いてるから、なるほどね、正解を欲しいわけでもなくて。あ、そう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 、それはマジそうやと思う。あ、そういう風に考えるんやっていう。俺結構ね、それ宿化し合って結構学んだ。はぁ、相手の正解を導き出してあげるんじゃなくて、こちらの正解を出すだけでいいんだ。あ、そう、ケイリーの意見が欲しいっていう感じ、ほんまに。あ
で多分なんかそれが分からんかったら分からんでもいい。あ、そうやな、そうなんだ。そう分からん、それが結論だから。そう私は聞かれても分からない。それは分からんけど、これやったらこうなんじゃとか言ってくれたら、あ、こういってまた相談させてほしいなと思うけど、なるほどね、今みたいな感じでその寄り添われるだけやったら相談にならへんから、もう相談せんとこってなる。結論を出さずにふわふわふわってされたら多分そう質問をせんとこってなってくる。それは確かにそうだと思う、やっぱりどっちも寄り添わなかねえけど、そう、こっち側もそうやしっていう性質の違いが実際見たら分かるからっていう。今もめっちゃ分かりやすい、めっちゃ分かりやすい、確かに。いつもありがとう。はい、ということで、はい、実演お疲れ様でした。いや、やってみると結構分かるね、やっぱ客観的に見るけど大場所が違うかっていう。なんかちょっと申し訳なくなっちゃった。なんで？いや、なんかほら騒ぎ立ててごめんねっていう、なんかそう、こっちの気持ち分かってよばっかり言ってるけど、確かにじゃあ男性の T の、で考えたら確かにこっちにも寄り添ってよとはなるかっていう。こっちの寄り添いがそっちにとっての寄り添いにならないのなら、それは寄り添いじゃないなとは思いました。まあまあそれはそうかもしれない、お互い。そうやね、それはもうめちゃめちゃ学んだで俺。どっちも知っててそれぞれが寄れば一番いいからね。そうやね、確かに確かに。ほんまに俺らからしたらその F 側がほんまにそういうのが欲しかったんやっていうのはよく分からへんし、確かにね、逆もそうやし、ちょっとの嘘とか頑張り無理はあるね、しょうがない、それはさ、お互いあるね、人と人とやからしゃあないね。いつもと違うスタイルはやらんとやっぱ無理。そうね、それをしても一緒にいたいと思えるっていうのが恋だもんね。そうっす、だから変えてろよ。なるほどね、柔らになった結果十分の4点叩き出せるような。なるほど、この人もこんなん言ってるけどめっちゃ変えてるからね、偉い。変えてるんだろうなっていうのは伝わりますよ。うん、めっちゃ寄り添ってる気はする感じするよ、聞いて。まあじゃあ寄り添ってこうね。寄り添ってこう。いやだね、全部包んだね、結局そう、ほんまに。そうね、 F で包んだね。寄り添ってこうよ、うちらさ、メンバー同士でね、メンバー同士でね、メンバー同士で。いやいや、勉強になったんじゃないですか、この動画ね。なった、めっちゃなった。これめっちゃわかりやすい。こういうすれ違い方がもう本質的に絶対ここの違いがあるので、まあそれを分かった上で皆さんもね、相手に寄り添ってあげましょうっていう。絶対こっちが女の子側もいるしね。いや、おると思うよ。こっちが彼氏でもおると思うし、あるあるだもんね。だから男性の女性のみたいな話じゃないんかもしれんな。まあ、T、ね、F かみたいな。まあね、まあね、母数が多分こっちが女性が多いって。そうだね、確かに。まあぜひ皆さんの意見もコメントしていただきたいなと思うんでね。でケイリーのチャンネルも紹介しておく。まあ個人チャンネルとは別に今、世界監督セックとね、やってるエモフタ、エモロイ二人っていうのが、はい、まあ本格始動してます。とうとう見つかっちゃうじゃん、とうとう世に出すぜ。まあそれも概要欄に貼っていくんで、はい、ぜひ見てください。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。今日も動画見てくれてありがとう。皆さん、ファニコンって知ってます？お、何ですかそれは。ファンコミュニティなんですけど、祝賀社のファンコミュニティ、ファニコンというものがありまして、これ月額500円ですと。ただね、今毎月イベントやってるじゃないですか、僕ら。そっちのイベントのチケットをファニコンで買うと1000円割引になったりとか、あとは今クエリっていう僕らがメッセージ動画サービスやってるんですけど、それが11000ポイント分のクーポンがもらえるよとか、そんな感じで、だいぶ月額500円なんて関係ねえぞぐらいのクオリティになってきたので、改めて皆さんに存在を知ってもらいたいなっていう。いや、ぜひね、この機会にね、僕らがね、クローズなコミュニティでライブをやったりとか、スクラッチをやったりとか、そうですよ、まあ、そのファニコンの会員さん同士でなんかこう、交流できたりとか、そういう場にもなってますので。この間俺、クローズのいいことにお前らの楽地めちゃくちゃ得たからね。やめて、それは普通にやめてほしい。なんでっていう。まあそういうね、結構距離が近いね、より距離が近い場所になってますので、今までこんなこと知らなかったよって方いらっしゃいましたら、よかったら概要欄から覗いてみてください。友達できてね。お願いします。ということで、今日も一日お疲れさん。